2020明治安田生命 J1 リーグ第6節、北海道コンサドーレ札幌対 FC 東京の一戦です。札幌にとってはおよそ7ヶ月ぶりのホームゲームが始まります。宮澤と東両キャプテンを先頭に、札幌の選手の中には笑みが見られた選手もいます。そして J500 試合目のピッチへ菅野。いや、選手たちとしては大森さん、高揚感もあるでしょうね。いや、ものすごいなんか緊張感も伝わってきますし、なんか高まってきますね、これ。ではホーム開幕戦の勝利へ、札幌のスターティングメンバー 3-4-2-1 の布陣。ゴールキーパーは菅野、ディフェンス左から福森、ルーキー田中、進藤、そしてダブルボランチ深井とキャプテン宮澤、左に菅、右にルーカス、ツーシャドウがチャナティックと小前、そしてワントップには2試合ぶりのスタメン起用のジェイです。率いるのはペトロビッチ監督です。3連勝を目指す FC 東京のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは林、ディフェンスは左から小川、ジョアン・オマリ、渡辺剛、中村穂高、そして今日は 4-4-2 で予想しました。アルトゥール・シルバと高萩のダブルボランチ、左にデアンドロ、右にキャプテンの東、ツートップにアダ・ユートンとディエゴ・リベラで予想しました。外国籍選手5人がスターティングメンバーに名を連ねた FC 東京です。ディエゴ・オリベイラ FC 東京、縦へアダ・ユートンへつながった、シュート打つ、ナイスキーパー。 J 通算500試合目、菅野が足で防いだアダ・ユートンのシュートです。これはもうディエゴ・オリベイラの前を向いた、まあ、瞬間でしたよね。東が倒れているでしょうか。右の足を押さえています。キャプテンの東、ダメですか。あと罰が出ました。ひねりましたかね。さあここで東に代わって阿部。 FC 東京選手の交代です。お前ルーカス、お前へ、中央ジェイもいる、ジョアン・オマリが外にいる、お前上げてジェイのところ、しかし体があった、菅野シュート、決まった。ホーム開幕戦、ホームの札幌が先制、前半のアディショナルタイム。菅大地、リーグ戦では2試合ぶりの2シーズンぶりの得点です。ここはもう狛江の、はい、まあ、動きのキレですよね、が上回りを上回り、あと最後ここはアプローチが遅れましたよね、シートルからしたら。もう J に合わせたと思うんですけど、菅がいいところに、まあ、いましたし、あ、この時間帯で大森さん1点は大きいですね。いや、大きいですね。なかなか攻撃でリズム作れてなかったし、レアンドロ、中村もレアンドロシュート、ポスト、距離があったんですが、いや、進藤、小前、ルーカス、進藤とジェイも入っている、ルーカスがかわしてクロスを上げた、進藤シュート、ブロックしました。3バックの右の進藤、そうですね、非常にアグレッシブ、ここにいるわけですから。そして FC 東京は一気に3人交代、あ、原が今シーズン初ベンチに入った、原が今シーズン初出場、アルトゥール・シルバに変えてルーキーの今野、そしてアダ・ユートンに変えて、昨シーズンも日本代表に名を連ねたスピードスターの永井健介と、これで並びがどうなるでしょうか。宮澤うまく送らせました ね、いい距離で守備しましたね。高萩から原が競ってこぼれたところ、
シュートを打った、うん、ゴールの右。長いのシュートでした。 FC 東京選手福森からルーカスへ、ドーガスシュート、キーパー正面。札幌ドームデビュー新加入のドーガス、決定機でした。今のシーンはフリーでしたから、コースは狙いたかったでしょうね。ペトロビッチ監督も、我々はプロフェッショナル、過密日程であろうが最後まで走り切るんだと力強く話しています。そしてホームの拍手を受けて、さあホーム開幕戦勝利が見えてきました。いや、いいボール、室谷だ、シュート決めた、5点。後半の終了間際、途中投入の室谷、リーグ戦2シーズンぶりの得点。いや、大森さん、1本のパスからでした。いや、もう本当にこれは一瞬好きですよね。まあ、ここからレアンドロ、よくここで絶妙じゃないですかね、最後の取り方で、室谷のワンタッチ目最高ですよね。ここで時間作りながら、このコントロールでシュート打ってますよね。この自分のいいタイミングでコントロールで決まりましたね。これ難しいですよ、浮いたボールですからね。リアンドロいった、悔しさを表します。ファーサイドへ、これは跳ね返す。ここで試合終了のホイッスルです。室谷の同点ゴールで1対1、勝ち点1を分け合った両チームです。最後の最後まで目の離せない、非常に球際の激しい試合となりました。